皆さんこんにちは、ヒロゲーです。ちょっと動画投稿自粛したんですけど、ちょっと動画出したくなっちゃったので動画撮ります。先週の日曜日にインテリアプランナーの学科行ってきました。結果的にはまだ合格してるかしないかっていうと分かんないんですけど、まあ、僕個人の話としては多分合格してると思います。で、試験会場が大阪だったんで、その帰りにトイザラス行って結構買ってきました。まずはこちらを買ってきました。レゴドッツオイドッツ第2弾です。レゴドッツの第2弾が発売して1ヶ月か2、3週間経って結構出遅れちゃったんですけど、やっと買いました。今回のドッツは全部サーチで買いました。おそらくなんですけど多分全種類揃ってると思います。そしてブレスレットに関しては3種類とあと4本ワンセットの1つがあったんですけど、僕はマジックフォレストを買ってきました。そしてこれも買いました。はい、レゴのミニフィギュアズ20、これを買ってきました。ちなみに本来は5つ買う予定だったんですけど、まぁ、ちょっといろいろな事情があって3つ買ってきました。今回こそ戦隊ヒーローを当てたいです。はい、今回の動画ではこちらを一気に開けます。じゃあまずはこちらのオイドッツ、これから開けます。オイドッツの値段は1袋500円でした。第1弾は顔文字だったんですけど、第2弾はアイコンになってます。これ面白いな。アルファベットのドッツだったら僕絶対ジオーラルシガレッツのブレスレット作っちゃいます。いや好きなんで。まずは1袋目、いただきます。今回のドッツパーツはこちらになってます。前回のドッツパーツと比べて結構明るくなりましたね。じゃあここからこの四角を一気に集めます。はい、1袋目の結果はこのようになりました。一気に6種類も手に入りました。これは結構いい滑り出しですね。今回10種類なので、もしかしなんですけど2袋で揃っちゃうんじゃないかな。いや、あり得るかもしれない。僕今回これ全部サーチして買ったんで絶対10種類あると思います。では2袋目開けます。いきます。せい、あー取れちゃった。いきます。せいのよっと。はい、2袋目の結果はこのようになりました。で、なんとこの時点でコンプリートしちゃいました。第1弾のドッツを確か 2,3 袋だけ買ってコンプリートした人いたんですけど、まあ、そんなことあるんですね。はい、なんとオイドッツの袋を2つ開けただけでコンプリートしちゃいました。今回結構良心的なアソートですね。いや、これは嬉しい。とりあえずオイドッツのアソートも気になるので 3,4 袋目も開けます。まさかなんですけど、実は10種類プラスシークレットがあったりして、その可能性もあるっちゃありますね。なんかこのハートがなんか出てなかったんで、もしかして、これ本当に10種類なのか。いや、でも10って書いてて、もう僕10種類コンプリートしちゃってるんですけど、こうさっきのコンプリートはもうちょっと取り消します。ごめんなさい。じゃあ3袋目いきます。せーの、よっと。ああ、もう、なんか見たことないドッツもありますね。さてはこれ10種類じゃなくて、15、6種類だったりして、可能性はあるな。はい、3袋目の結果はこのようになりました。まだ出てなかったドッツはこれです。これ本当に10種類なのか？ちょっと一回、ネットで調べます。今、アマゾンのオイドッツ2の商品ページ見たんですけど、なんと、今回16種類だそうです。ちょっと待って、これ袋では10って書いてるんですけど、これ16種類だったんですね。これなんだろう、打ち間違いかな。ちょっとここはわかんないかな。3袋開けて16種類中15種類出ました。で、あと出てないのはどれだろう。あとはこれだ、このヘイが出てないんだ。確か僕今回サーチしてこれ見かけた気がしますね。ってことは多分4袋目でコンプリートするかな。では4袋目開けます。第1弾コンプリートするのに3000円ちょっとかかったのはもう本当苦い思い出なので、今回本当サーチしてよかった。いただきます。はい、4袋目の結果はこのようになりました。そしてこのヘイが出ました。ということで、はい、レゴのオイドッツ4袋を開けてコンプリートしました。まあサーチなんですけどね。いや、でも嬉しいですね、今回4袋だけでコンプリートするのは。まあ、前回の半分で済みました。いや、よかった。はい、4袋を開けた結果はこのようになりました。4袋で全部コンプリートしたんですけど、やっぱレゴドッツのオイドッツって不均一アソートなので、もうえらいことになってますね。
ではこれを見ましょう。レゴドッツのマジックフォレスト、4種類あったうちのこちらを買いました。なんでこれ買ったのかというと、まあ、個人的にこのドッツパーツが良かっただからかな。他の3種類に関してはまあ買うか買わないかはちょっと分かんないです。では開けます。まずこの中にこのしっかりとしたブレスレットパーツがあって、ドッツパーツの量は前回レビューしたものとほぼ一緒ですね。では開けます。はい、今回のマジックフォレストのドッツパーツは全部で8種類です。で思い出しました、僕これ買った理由なんですけど、このちょっと白っぽいブロック、なんとこれ光るんですよ。そうだ、これで、あ、かっこいいなと思って買ったんだ、思い出した。これわかるかな、光ってる。あ、ほー、光ってる。では今からこのパッケージのようにブレスレットを作ります。せーので、はい完成。こちらがマジックフォレストブレスレットです。おー、なんか色っぽい。この黒色のプリントパーツがなんか個人的にすごいかっこいいですね。じゃあちょっと巻いてみます。僕結構腕細いので、あの最後の穴の方らへんなんですよね、実は。はい、巻いてみるとこんな感じです。ブレスレットのゴムパーツが結構しっかりしてるので取れたりはしません。じゃあ最後にこのミニフィギュアの20、こちらを開けます。ちなみにもしこれで出なかったら、また京都のトイザラス行って買ってきて、それでもダメだったらブリッカーズさんにお願いして取り寄せます。では一袋目開けます。じゃあいきます、せーの、よっと。ん、これはなんだ、ちょっと見ます。1回目はこの15番が出ました。では二袋目開けます。もう狙うはもう戦隊ヒーロー一択なんで、もうこれが出たら嬉しいですね。よし、いただきます、せーの、よっと。あ、違う、これはなんだ。はい、2回目は2番が出ました。9番、戦隊ヒーロー出てくれ、頼むから出てくれ。いただきます、せーの、よっと。あー、これはあれだ。はい、3番目は14番が出ました。今回戦隊ヒーローは出なかったんですけど、まあダブらなかったのでまあいいかな。ではこちらの3つを一気に組み立てます。せーので、はい、3つ一気に組み立てました。ちなみに正式な名前は、左がパジャマ女子で、真ん中はブレイクダンサー、そして右は80年代のミュージシャンです。はい、ではまずはこのパジャマ女子から見ましょう。全体はこのようになってます。パジャマ女子はリバーシブルフェイスはありません。その代わりこれがついてました。ウサギのぬいぐるみですね。はい、全体はこのようになってます。なんかこういうおまけ結構好きだな。はい、ぬいぐるみはこのように持たせることができます。これ僕思ったんですけど、これ完全にクレヨンしんちゃんのねねちゃんですね。まあ髪と顔は全然違いますけど。はい、次はブレイクダンサーを見ましょう。全体はこのようになってます。でこのブレイクダンサーのこのクリアパーツがすごいんですよ。これがあることによってこのように踊ってるように見えます。これはいいな、なんか魂ネーションっぽい。はい、では最後は80年代のミュージシャンです。全体はこのようになってます。僕ロックバンド結構好きなので、なんかこのミニフィグ好きだわ。はい、この80年代のミュージシャンはリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように頭部を変えることができます。これギターなのかキーボードなのかよくわかんないですね。はい、ということで今回はティラプランナーの学科試験終わったんで、久々に動画出してみました。本当は組み立てレビュー動画出したいんですけど、ことが済むまでまあしばらく組み立てレビュー動画はしません、すいません。個人的にこのミニフィギュアズをもう一回リベンジしたいので、次こそ戦隊ヒーロー当てたいです。でさっきも言ったんですけど、次で出なかったらブリッカーズで取り寄せます。以上、久々に動画を出したひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。